メッセージを呼び、メゴネ、アロンケ、ちょっと、俺に教えてくれんかろ。誰だ？植木。植木ですね。植木でいいんかい？あ、多分、力、なんたら力を、のモノマネをしている植木仁。まあ、いずれにしても植木仁。それでいいんか？それでいいんか？答えは、マンダハンでした。ハズレやで、ハズレ。マンダハン言われたら、安岡力は言うてやろうと思ったけどね。あ、安岡力じゃないですよね。あれ、マンダさんって、え、誰がやってるやつ？竹内力。あ、竹内力か。あ、そうそう、それが言いたかったんです。そんな声？俺は竹内力。こんな声やで。こんな声やで。え、似てない？いや、ちょっとわかんなかったな、俺。おかしいな。おかしいな。これを聞いているドダナの皆さんに、聞いてみましょうよ。そうっすね。せやな。ハッシュタグ、似てる。ハッシュタグ、似てない。これね、練習してね、今本番始まる前、ちょっとボイストレーニング、結構挟みましたけどね。いや、なかなか大変でしたよ。ここまでのクオリティに持ってくるのは。ボイストレーニング、6分ぐらい挟みましたよ。いや、違うんですよ。最近ね、トダナダーズ、この番組で、モノマネさせてもらってるじゃないですか。まあ、クオリティは高いものから低いものたくさんありますが、最近だから YouTube で、モノマネのもの、勉強してるんですよ。おぉ。で、思ったのが、やっぱりコロッケすごいっすね。コロッケさんは、ね、コロッケはすげえ。すごい。コロッケさんは声というより、顔とか、動きじゃないですか。うんうん、でも、鼻くそ食うのね、ポッドキャストじゃ見えないもんね。そう。あ、そっか。狙いはそうじゃないんですね。いや、それでもね、俺やっぱ原口正明さんとかね、歌のモノマネ、青木隆二さんとか、うん、江原正宏さんとかね、うんうん、いっぱいいますけど、やっぱり日中練習してたら、なんかもう声枯れるっすね、やっぱり。普段使わない声帯使ってるんで。枯れちゃったんだ。今日本番前、うん、そういうのもあってね、ちょっとボイストレーニング挟んだんですけどね。まあ、それなりのクオリティに、まあ、仕上げたんじゃないですかね。今日一日で。あ、そうなんだ。一日で。一日で。わかんなかった。忙しいっす。わかんなかった。それ見たことなかった。ヤハトさん酔っ払ってっからだ、今日。ちょっと、酔っ払っちゃったんだけど。酔っ払ってっからだ。ね。顔が気持ち良さそうだもん。今日のヤハトさんはもう、今日笑かしに行きたくてですね、ヤハトさんを。もう何でも笑うよ、今日。嬉しいね。笑ってくれるとやっぱりこっちも乗っちゃいますから。はい。笑かしていきますね。はい。始めましょう、今日も。始めましょうか。それでは、ツイッターの投稿などなど、ありますでしょうか？ヤハトシさん。ヤハトシさん。はい。現場のヤハトシです。黒っ。あれ？トーンが低くなっちゃったよ。なぜかと言いますと、お便りが、ゼロです。ゼロいまだにゼロ。何が、ドナナさんにあげれば、メールもらえるんですかね、もしかして。何か、あげれば。そうですね。じゃあ何欲しいか、あれですね。言ってください。アジマル中ですかね。私送ります。何欲しいですか、ドナナさん。メッセージもらうために、物で釣るっていう。もう物で釣りましょう、僕は。これがドナダズのやり方か。はい。まあ、そんな中ですね、ツイッターで、ツイートしてくださってる方がいますのでですね、紹介します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう早速ですけども、リクエストですと。ソフィアさんから、好きな言葉はいろいろあるのですが、タクちゃん、スモネタ、タクちゃん、スモネタはダメなのよが聞きたいですというリクエストですね。タクちゃんの言葉とですね。タクちゃんが、もう僕とヤハトシさんが、タクちゃん、スモネタダメなのよって、これごっちょさんが言ってんのかな。タクちゃん、どっちかな。あ、俺がなんですか。かな、僕が言われている感じかなって思ったんですけど、
好きであればみんな行っちゃいましょうか。みんなの全員のパターン。全員のパターンの一回取って一番苦手なやつを出すと。これはもうあのスモネサさんちょっと走ってほしいっていうことですよね。ああ、それ得意分野じゃないですか、ゴッチョさんの。なった。いやいやいや、タクチャンのです。タクチャンの。あれ？あた。ちょっとだからそれはリクエストとちょっと捉えで、もしかしたらそっち寄りに行くたびに、まあタクちゃんにまあバキュー音でもピー音でもうまく調理してもらって突っ込みましょう。ものすごくそっち寄りに寄らなければ、まあ、そっち寄りに寄っちゃったら完全消しますけどね。あのこの間うちの息子のいっちゃんがいるんですけど。いっちゃん、あ大好きよりいっちゃん。いっちゃん。で、いつも遊んでくれて、ありがとうございます。いっちゃんがですね、なんか知らないんですけど、パパのことを、僕のチッコは、お友達って言ってた。新しいギャグ、できた。ごちょさん、ごちょさん。ん？はい？この番組、スモネてダメなのよ。ダメ？そうですよね、ヤハトシさん。うちの番組は、スモネだダメなの。いや、やっぱりプロは違うわ。プロは違う。なんかね、重みがありますね。ちょっと、あ、本当にダメなんだなっていうね。うん、まあ、ティッコまでは OK にしましょう、じゃあ。ハッシュタグティッコで。はい。ヤハトスさん、ヤハトスさん。はい。ね。酔っ払ってからっつって、はい、この番組、スモネだダメなの。金須。やっぱり違うな。本家は違うね、やっぱりね。うん、本家は違うわ。本家だ、やっぱ文家だもんな、俺ら。本家だわ、出たわ、やっぱり。やっぱ、ゴッチョさんが一番しっくりくるな。くるね。ああ、本当ですか。うん。うん、ああ、嬉しいですね。ちょっとまあ、一回なんか本家文家対決で、文家に負けた苦い経験がありますけど。やっぱり本家だ、まあね、やっぱり。うん、あ、よかったよかったよかった。本家の地位を奪還しましたよ、今日。高島です。ね、そんな中で、ね、ソフィアさんのおかげで。そうそう、うん、そんな中、ソフィアさんから、もう一個つぶやきで、ツイッターで、全国放送で、丸十三の値上げの話をされてるっていうツイートが来ましてですね。これね、丸十三っていうのはもう、お醤油の丸十三だそうです。どういうことですか？味丸十ね。しかもこの時期に、ね、芋煮だよ、今から。消費量えげつねえんだから、山形のこの時期の。芋煮大会も してましたもんね。あ、そうそうそう。おっきい鍋にね、もう何千人、何万人、何万人でしたっけ？ 2、3 万人前でしたっけ、確か。情報が雑で申し訳ないんですけどね。まあ、大体、数万人の、ごちそうね、ショベルカーを使って、そうそうそう、ごちそう調べは大体目分量で分かりますから、鍋の大きさで。ああ、この鍋は何人前だなってね、分かりますから。この人数でこの鍋だったら締めのうどん分ないなとか分かりますよね、もうね。分かりますよね。ね。いや、でも、この時期に本当にこの醤油の値上がりはね、ちょっと痛いっすね。痛いっすね、やっぱりね。でもね、こんな中、おそらく、庄内地方の人は笑ってますよ、少し。やっぱ味噌にすっぺ。なるほどね。うん、味噌だから、こっちは。内陸側。見たものかと。ね。いや、まあ、そんなね、そんな冷たい人はいないとは思いますけども、まあ、痛手ですよね、内陸の人は。今年は、ごちさん、味噌で作ってみるべす、一回。作っべすだね。うん、味噌すっべす。でも、あれ、味噌って何、あと何入れんだべね。いや、やっぱりもう、味噌で、あとは、普通に豚肉入れればいいんじゃないですか。味丸重減ったら、普通、はずまご、日本酒減って。はずまごね。CM あっからね。はずまごね。CM から。はずまご減って、して、砂糖減ってってすっぺした、はい、醤油の場合だね。うんうんうん。味噌だと何減れんだべね。味噌減って終わり。味噌だと、いやー、ちょっと工具足んねんねがですね。足りんのかな、味噌だけで。はずまご。はずまご合わねんねが、ね、味噌と。はずまごって日本酒ね、日本酒。今、二人の会話があまり理解できなかった自分がいるんですけど。なんかすでにフリートークになってっけね、今ね。中さんなんかもう分かってっけどにゃ。
ね。あ、はずまごなってね。中さんはなって、ね、ネイティブですから。ネイティブだから。ね。な何入りかちょっと勉強して、あれだね、おへでもらって、はず作って。うん。ですね。うん。やっぱり、芋煮は味噌だって仲もすんねしね、ほんとね。そう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 。やっぱり味噌だっけなって仲もすんねしね。たくちゃんも、ね、あの、田島で作ってみて。そうですね。あ、じゃあ、うちは、あれですね。浜辺なので、海鮮芋煮すっです。でも、田島牛いるんだから、牛も減ってもらって。あー、牛肉。いいね、牛肉も減って。牛肉。うん、醤油と牛肉ね。田島牛あっていいね。田島牛入れたらもったいないな。贅沢だね。いや、できるだけいい肉使った方がうまいらしいよね、もう。やっぱりね、うまい肉は脂がうまいからね、その脂っこいのもうまいんだよね、芋煮ってね。ね、そんなあの、ソフィアさんが、あの、ハッシュタグでつぶやいてくださってるのが、誰がマスをやってるかわかんね。あ、そうだった。この間の終わりのクイズね。そう、ちょっと飛んじゃったんですけどね。あら、俺もわかんねえわ。あれ誰だったんだろうな。いや、僕もわかんなくて。これ誰も、これまさかご本人登場パターンだったんじゃないですか、これもしかして。ちょっとあの、マスオさんが当たった人の名前をお呼びして差し上げるという流れでいいんですかね、これ。そうっすね。一応あの、外れた人の名前も聞きたいですけどね、あの、せっかくね、答えてくれましたんで。この流れでいくとですね、ケイちゃん。ケイちゃんは、ラーメンの汁は一口しか飲まない私は不健康だなって言ってますけど、ラストのマスオさんの声は絶対ゴッチョさんですと。はい、残念。はい、残念。マスオさんの声になってないよ。しかも、今言ったの誰だ。どっちだどっちだどっちだいやー、残念だったね。いやー、残念だね。はい、残念。どっちだか俺も見聞いててわかんねえわ。誰で、タクちゃんがね。で、タクちゃん本当に上手だねよ。いやね、僕はね、ゴッチョさんのモノマネが好きなのよ。いやね、これね、本当にね、もう営業妨害よ、営業妨害。僕のね、僕のモノマネね、取られちゃったらね、これも何も残んないんだから。マスオだちってんのに。いやね、マスオなんてどうでもいいのよ。この際ね、もうどうだっていいのよ。誰が今言ってんの。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。普段ね、タキちゃんね、そういうこと言わないでしょ。なんかその感じで言うとね、僕が言ってるかのように聞こえるからね。それちょっとあんまり良くないよ。どっちだちってんの。大丈夫これね。これ、そもそもね、当たった人の名前をね、ね、マスオさんの前で呼んで差し上げさせてもらいますと。言ってるから、やっぱり、外れた人はほら、はい、残念。これはしょうがない。あ、じゃあ、外れた人はマスオさんじゃなくて、翔さんが言うんだね。翔さん。わかりました。はい。そういうシステム。ですね、次は、ズントニオさん、マスオさんの声、ゴッチョさんかと見せかけといて、多分、本人登場のパターンだべ、これ。はい、残念だね。はい、残念。え、あれ本人じゃなかった。残念。マスオさん本人じゃなかった。じゃなかったね。あと、あの、この間、炙り出しを受けたギャディさんですね。ゴッチョさんでしょうって書いてますね。おー、これまた残念。はい、残念。どっちが言ってんだ。正解者いないね。え、まだいないですか今。なんかみんな、ゴッチョさん、ゴッチョさん言ってるけど、ほんとは、俺だから。お前誰だじゃあ、八番地のレモンパイさん。ありがとうございます。まだ飛行機乗らんのかーいって言ってますね。このノースカロライナのお話は全何話で、ハッシュタグ、マスオさんはゴッチョさん。はい、残念。はい、残念。はい、残念。ゴッチョさんじゃないのよ。全然当たんないね。当たんないね。当たんないね。ドナナネーム、グリさん、グリハン。まだ飛行機に乗ってないというより、まだチケットも買ってない？まだまだ序章か。ワクワクします。ゴッチョさん最高です。で、ハッシュタグは、マスオさんはゴッチョさんって書いてますね。はい、残念。残念だったね。ゴッチョさんじゃないのよ。俺おかしい、どっちか、どっちだ。ドダナネーム、リリーケさん。ドダナズを
誰かに紹介するとき、うまく言おうとすればするほど、ドダダダダズ、ドドダダダダズ、と、沼にはまってしまう笑いって書いてます。で、ハッシュタグ、マスオさんはゴッチョさん。はい、残念。はい、残念。これまでは残念ね。いないね。いない、おかしいよね。なんかね、大ちゃんのね、口調がね、なんか、中国人っぽいねよ。ね、中国人っぽいね。雑になってね、雑になってね、なんか前回の俺の、僕のね、相川賞雑になってる気がすごいするのよね。僕はね、相川賞やってないから。僕はゴッチョさんに寄せていってるから。あ、俺そんな喋り方してる？ゴッチョさんなのよ。リリーケさん残念だったね。面白いな、この二人は本当に。あとね、もう一人、答えてくださってる方はね、母、妻、女のみずほさん、スピリタス3ショット目で病院送りになったみずほです。すげえね、これ3杯も飲んだんだ。やばいっすね。それは病院に行くわね。土曜の朝はドダナダーズデーにニヤニヤノースカロライナまでまだまだ遠い、先が楽しみすぎるですね。で、ハッシュタグたくさんって書いてます。どうですか？当たり、おめでとう。おめでとう。うん。どっちが言ってんの今。いやでもね、これはね、正解はタクちゃんでした。タクちゃんだったんだ。みずほさん正解。なんか違うな。それなんか違うな。俺もやってみよう。うんうん、みずおさん。あ、違うな。難しいね、これ。これ難しいんですよ、意外と。どんな感じですか？うん、みずほさんだけが正解したね。なんか違う気がするな。なんか違う。そうか、違うの。今日ダメだな。今日クオリティちょっと低いな。これ、当たったの、ほんとみずほさんだけですね。みんなゴッチョさんって書いてる。いやー、騙されましたね、見事に。そんぐらいのクオリティが、たくちゃんにあるってことだね。だからもう、たくちゃんが本当に俺のモノマネを上手すぎて、ね、あの、マスオさんのモノマネをする俺のモノマネが上手すぎるからこそ、やっぱり、戸田さんがね、みんな困惑したんでしょうね。もうシンプルにね、あ、これ、誇張だ。あいつだってね、なってるんですけど、実際たくちゃんなんですよ。どっちだ。っていうことはこれ、もうゴッチョさんと答えてもある意味正解ということでいいんですかね。ああ、まあ。どういうこと？まあそうですよね。そういうことになりますよね。これもう一回やりたいですね。これじゃあ、今日は相川賞でやりたいな、俺。ああ、じゃあちょっとね、ぜひまだ今回は締めの時にですね、ちょっと、このクイズ、させては違う。ごちそうさん。はい？この番組、相撲ネタ禁止なの。なの？これ、相撲ネタ、いやいやいや、相撲ネタじゃない。相撲ネタ。相撲ネタ。言ってね、言ってね。言ってね、させてって。いや、怖いっすね。ちょっとしたね、この言葉の間違いがね、そういう風に、まあ、捉える方がいるってことですから、おそらくね。それを代表して、ヤカトシさんが止めてくださってると。危ね、危ね。じゃあ、みずほさん、一人だけ正解ということで。また後ほどアジマルジュをアジマルジュプレゼント。あ、プレゼントで、プレゼント、あ、これプレゼント企画だったんですか。値上げしたところでプレゼントしたいなと。ああ、そっか、プレゼント企画だったんですか。うれしい、喜ぶでしょうね。じゃあ現場からは以上です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またどしどしツイートお待ちしております。お願いします。ドダナダーズのヤバイディッシュ。バラバラやないか。もう一回面白い。今ので面白くて。あ、この番組は東北名醸造株式会社の提供でお送りできたらいいなと思っております。初孫囲んでほっほっ
仲間と囲んで、嬉しいもんです。初孫、楽しいもんです。初孫、初孫囲んで幸せなんです。日本の酒、初孫。あ、合ってるの？いやー、一曲ね、歌わせていただきました。できました。この CM ですよね、初孫、まあ、初孫さんで有名な、東北、ね、名、醸造？東北醸造。東北名城株式会社さんですね。はい。もう、初孫が有名すぎて、山形では。多分、その、倉本さんのね、ちょっとすいません、お名前、正直今日初めて知ったんですけどね。でも、初孫ね、ないと芋煮会できないですから。初孫ありきですね。たくちゃんぽか。わかんないからね。僕はわかんないからね。初孫知らないですか？この辺だとちょっとかすみずるしかわかんないですね。かすみずる？かすみずる。かすみ汁、東京弁のかすみ汁？そうそう、汁ってこと？かすみするってこと？汁じゃなくて、つる、飛ぶ鳥の。ずるな？ずる？あ、ずる。ずるね。ずる。こっちだと、そういうもうずるとか、シェルドが言われると、それを文に出すとき大変なんですよ。正しいがなんて言うのってのが始まっから。大変なんですよ、ヤハタさんね。そうそうそう。もう、すに点々なのか、つに点々なのかで全然違うから。全然わかんねえから。ね。大変なんですよ、山形人にね、そういうの紹介するときは。気をつけます。じゃあ、かすみずるは紹介しないことにしときます。芋ぬつでも、みんなね、出せないわけですよ。いってな、なんかこう、山が、あ、この話今度しますわ。長くなるんで。終了。八幡です。初めて乗った車は、セブンススカイラインです。ガチョです。初めて乗った車は、ランサーセリアワゴンです。タクです。初めて乗った車は、ダイハツミラです。結構、ありね、あるあるですよね。あるあるですね。いや、ハトさん何本当にスカイライン乗ったの最初。あ、最初スカイラインですよね。おー、かっこいい。最初から。どうしてもね、そうそう、これ買いてえなと、もう、免許取った時には、うん、もうそのスカイライン、セブンススカイラインってもう結構古いタイプだったんですけど、うん、この形がいいなと思って、うん、乗りたくて、へ、買っちゃいましたね。もうめちゃくちゃ走り行ったんじゃないですか、ね、でもそうでもないんですけどね。そうなんですか。走り屋じゃなかったね。あ、そうなんですね。真面目なんだよ、いたって。あ、ね、そっかそっか。ごちさん、なんつった？すっごいマイナーな車なんですけど、はい、セディアワゴンっていうね、セディア三菱のワゴン車を買ったんです。はあ、へえ。そう、まあ、単純に、まあ、スノボーもしてたんで、まあ、ボードが詰まるようにっていうのと。ね、かっこいいね。いや、雪国だもん。スノボーしかすることないったず。ママと、ママ親らさんと。ママはスキー派ですから、あの方は。あの方はスキー派。私はスノボ派でやらせていただいてます。へ、ね、これ小原ちゃんたちは何乗ってるんですか？スキー。スキー、うん、最初はスキーですかね、やっぱりね。ボードのためにその車買ったんだ。もう釣りとかもするんで、やっぱりちょっとセダンではちょっとあれだなっていうこともあって、かなりマイナーな車なんで、ね、乗ってる人いないんですけど、まあ安いっていうのもあって買いましたね。まあまあまあ、そんな話はさておいてよろしいですか。ついに。もしかして続きを。ちょっと今日、もう、アメリカまで行っちゃおうかなと思って、今日ね。行っちゃおうかなと思ってね。ついでにちょっと、あれですけど、ツイッターの続きなんですけど、青い鳥さんが、ノースカロライナの旅に完結したらメール送ろうと思ってますって言ってますから。ああ、じゃあもう早く終わらないと。メール今ないんで。もうノースカロライナ完結しないと青い鳥さんメール送ってくれないんで。そうか、そのメール待ちですか、もしかして。そう、メール待ちなんですけど、とりあえず一番最初の1話目が天の声でしたよね、はい、2話目が後ろ回し蹴りでしたよね。はい。で3話じゃないけどミスター C が入って。うんうん、うん、ミスターカーペンターね。カーペンターが入った。
4話目で話がまた戻って明晰夢っていう。ああでしたね。で今日はどんなお話かっていうところです。ああ今日ですね。5話目に入るわけですね。そうです。ミスター C 入れたら5番目に入ります。はい、そうですね。いやね、もうフリートークのネタが切れたんでね、ちょっとこの話でギリギリまで引っ張っていこうっていうね流れで。ただグリハンは続きが気になる壮大な物語をたっぷり長尺で聞きたいって言ってる人も方々でいますから、いらっしゃるんですね。じゃあちょっともうただでさえ薄い話をね皿に叩いて、本当にもうトイレットペーパーのシングルぐらいの薄さに仕上げていきますからね。はい、よろしくお願いします。いいですか。お願いします。本当に回し蹴りと瞑想を極めた後っていうのは基本的に結構もう英語の勉強に時間を割いてたんで、まあそんなに人に話すような面白い話もないんですけど、でその中で結構話がほら進んできて、もういよいよ近くなってきて、で、あ、ちょっとこれいい話になるんですけど、ハンカチありますか、大丈夫ですか。あ、本当にあるんだ。もう泣く準備しますよ。あ、泣く準備してくださいね。いやね、エイブ先生にレッスン受けてた時かな、それともなんかの時ですかね、話してて、ノースカロライナに誰かお友達いませんかっていう話をしたんですよ。ちょ、友達いたらいいじゃないですか。で、あっちの方となんか会えたら面白いなと思って、特に本当に目的がないんで、ただあっちに行くっていうことだけが目的なんで。ヘブさんの、外人のお友達ってことですね。そう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 。あ、すいません。そうです。アメリカにね、ノースカロライナに住んでるお友達いないかなと思って、そして、言ったところ、まあ、アメリカにはいないけど、まあ、東北に住んでる俺の友達いるよっていうところなんですよ。お、マジですかと。あ、ノースカロライナ出身の人が東北に住んでると。そうなんですよ。で、あ、東北しかも、と思って、ちょっと嬉しいですね、と思って、ちょっと、紹介してもらえませんかって言ったんですね。そして、紹介お願いしたら、エイブさんがですね、すぐもうメールしてくれて、そして、その方が、その方も優しいの。優しいのよ。もう Facebook で言います。いっぱい、その地元の友達にグループを作ってくれて、そのノースカロライナグループみたいなの作ってくれて、で、その、ミスター JD が、ミスター J がですね、そのグループを作ってくれて、そしてそこに、日本から、ね、俺の友達の友達が、俺の友達の友達が、ね、その段階でだいぶ怪しいですけどね、俺の友達の友達が日本からノースカロライナに遊びに来ると。で、その時に、そのミスター J さんが全部言っちゃったんですよ。髪の声を聞いて、ノースカロライナに行きなさいって。あ、その友達たちに。そう。で、俺、ちょっとこれ、あ、言って欲しくなかったなと思って、ちょっとこれやばいんじゃねえかなと思って、そんな人がね、俺の友達の友達が、髪の声を聞いて、ここに来るんだと。そんなやつを、そんな相手にするのかっていうのも、ちょっと、正直思ったところであったんですけど、でもさすがアメリカの方ですね、日本と違ってやっぱ信仰心がずっと深いじゃないですか。信仰？こう？ん？え？ちょ。質問ネタダメなのよ。油断するとすーぐ、もうすーぐこいつだもん。ごっちょさん。俺？ダメなの。俺？今は俺はあれだよ。しんこちゃんの方言ったのよ。しんこ。あ、しんこちゃんね。あ、しんこちゃんのしんこちゃんね。びっくりした。まあ、何かぶっ込んできたと思う。ね。で、信仰シーンがほら、深いから。面白いみたいな感じで捉えてくれて、そして、じゃあもううちの店に遊びおいでよとか、ね、ここ行った方がいいよとか、この人と会った方がいいよとかってね、もうすごい、ガンガンみんなこう、そのミスター J さんに教えてくれて、そして、それ俺、その中に俺もグループで混ぜてもらったんですけど、俺ちょっともう、全然その時、そういうの場に入っていく勇気がなくてですね、ただ眺めてたんですよ。ね、センキューの一言でも今となっちゃ、いや、書いてればなーって後悔するんですけど、当時やっぱりそこまで度胸もなかったですから、まあちょっと本当にありがたいなーということで、一応、ミスター J さんには直接送ったんですけどね、ありがとうございますと。そんな中、一人、あ、じゃあ、俺ガイドするから、そいつがこっちに来るとき、俺に連絡をくれと。
言ってくれた人がいたんですね。勇士が現れたんですね。そうなんですよ。いや、これは嬉しいと思って、で、実際、チケット買った後ですよ。お、もうやっとチケット買った。買った。チケット買ったんですよ。やっと買った、買った。ね、そのチケット買うまでもね、なかなかね、あったんですけどね、やっぱり、働いて16年間ね、自分の会社で働いてて、俺、一日たりとも休んだことなかったんですよ。これだけ本当に自慢で。一日たりとも。もう、風邪をひいても、熱がいくらろうと、ぎっくり腰になろうと、一日も休まなかったんですよ、仕事。すごい。そう、もうこれだけは本当にね、自分をちょっと、もう誇りに思ってるんですけど、まあ俺、もともと小学校、中学校、高校休む時ないんですけどね。もう休むっていう経験がないんですよ。もう健康有料児だ。まあとにかく、休んだことないと。で、そんな中、俺、チケットを買った後に親父に言ったんですよ。うん、買った後に。3ヶ月ぐらい前に買ったんですよ。旅行に行く日の3ヶ月ぐらい前に、もうチケットパーンと買って、そして、親父に、俺9月アメリカ行くから、チケット買ったから、って言った時に、もう親父ポカーンとして、その時に、親父なんて言うのかなと思ったら、その時配達何するのみたいなことを普通に言われてしまってですね。まあちょっとその時は俺もう、なんとかするからと。なんとかそこら辺は俺がもう、段取りするから、頼むから行かせてくれと。もう俺の夢だからって。もう今まで俺は一日も休まなかったんだから、有給10日間ぐらいくれと。いうことでね。親父もしぶしぶ、了解してくれて。そしてちょっと正直、もう、意外ともう、なんかこう、ぐちぐち言われるのかなと思ったら、なんかやっぱり親父なら親父なりの考えがあったんでしょうね。ちょっとなんか嬉しかったんでしょうね。結構周りの大工さんに、うちの息子、アメリカさん一人旅行くんだと、みたいな。こうちょっとなんつうんですかね。こうなんかこう、嫌っぽく言いながらもちょっとなんか自慢してる感じ、うん、うん。なんかそれをちょっと聞けて俺はちょっとなんか嬉しかったんですけどね。なんかこう、恥ずかしながらもなんかそういう風に、うちの息子が、みたいなことをこう、言って回ってるっていうのがちょっとね、なんか嬉しくもあったんですけどね。なんかいいっすね。おー、まあ。今度あれだな、今度、ゴッツさんのお父さん誘ってマホロバでインタビューしよう。焼き鳥屋でね。焼き鳥屋で。いや、俺、その時行かないっすよ。親父とは飲みたくねえな。お父さんと、あと、奥さんと3人で行ってきますから。俺の代わりにね。何ちゅう組み合わせだ。いや、ほんとっすよ。でもね、そういう風に言ってくれてね、それで行くまでの間に、そのミスター J さんが言ってくれたそのガイド。の方に、俺言ったんですよ。俺チケット買いましたから、その方に、ちょっと連絡してもらえませんかって言ったんですよ。そしたらですね、なんとですね、まあ、今週はここぐらいまでで。え？え？わー、気になる。まあ、今週はここまでさせてもらっていいですか？キリのいいとこで。はい、ちょっとキリのいいとこでね。はい、キリがいいんだか悪いんだか。キリのいいとこでね。まあ本当にね、もう本当に、まあでも、エイブさんが動いてくれたからね、そこのつながりもできたしね、本当に。もう本当に行くまでに、本当にいろんなことがあったんですよ、もう素敵な出会いばかりね。なんかもう行かなくてもいいんじゃねえか途中で思ってきたんですよ。もうこれだけでもう俺、十分な気持ちになってしまってですね。じゃあもう、チケットも無事買えましたし。買いました。やった、買った。あ、ついに買いましたよ。じゃあ次は飛行機に、乗ってからスタートかな？乗るかな。まだ家から出てないからな。乗りたいな。乗りたい。成田までまだ行ってないからな。乗りたいんだけど、ちょっとね、そこは、ちょっとね、話してるそばからいろんなことを思い出してくるんでね。溢れ出るって振るものがやっぱりありすぎるんで。ね、その時にちょっと。ごちそうさん。はい。ごちそうさん。ん？相撲ネタ金スなの。今のもダメ？金ス。今のもダメ？今日厳しい。今、クソソお父さんのくだりじゃないの、今の。バレました、今。一瞬テンション出ましたね、俺ね。溢れ出ますって今言いましたよね。言いそうでしたね、ちょっとね。今言おうとしたところでね。ちょっと今日、下ネタ禁止会だから、ちょっと今日、控えられて。シェン、おめえはシェン、シェン、くつんだら
なんだこれ。これは、ここだけで笑ってんと思うね、これは。さあ、それでは、いっちゃいますね、英語フレーズ。外もめっぽう涼しくなってきまして、そんな季節にぴったりのフレーズを用意しております。なんと、嬉しいっすね。だからこれからはもう、これを今日学んだやつは使えるところですね、もうすぐ。すぐ使えます。今回の英語フレーズはこちらです。芋に doesn't have to be beef. It can use pork. It's as good as it gets. 芋に doesn't have to be beef. It can use pork. It's as good as it gets. 長いネガズです、今回。最初の方は分かったんじゃないですか？芋に入ったべ？芋に。芋に。もう、初っ端から入ったっけもね。芋にって言葉いいっすね、やっぱりね。うん、芋に出ただけでもう今日満足だわ。いや、タクちゃん、ありがとうさまでした。ありがとうさまでした。終わり？始まる中が高くなったところで申し訳ないんですけど、やっぱり芋煮というワードを出させていただきました。出させ。答えて、させてさせてあげましょう、今日。俺もなんとなく最初聞いた、聞こえたのが、芋煮、ビーフ。ほな、ポークって食べ？おお。ね。牛。で、ブダ。でも、あれねけが？ゴッチョさんの、あの、不得意なよ。to be って入ったんねけが？ B だべ、B。だから俺、ダメだって言ってると、わざとタケちゃん減ってくんのよ。こうやって。減ったったずー。減ったったずー。おいよ。お前。なんだか、ちょっとよ。やばいねやつ、まだ突き放さんのねえねやつ。ちょっと。怖いな。うん、ちょっと、ダメなんだぞ、タケちゃん。あの、ほだい、ジョンダグナット、ジョンダグナットダメなの。タクちゃんは分かってダメなのよ。何回も聞いてるから。そうそう、コンセプトが。すごいね。まだ25、6回こいつ何回 ?28 回 ?7 回何回だか分かんねえ、俺は。28回。こだ、100回行ったら、ほだ、もうペラペラなペースだよ。ダメ。なんて。to be 減ったったず。to be ね。最初の分だけもう一回言ってきにがす。んだね。芋に doesn't have to be beef。to be ね。コビービーフ。コービービーフある、ね。コービービーフ。ちょ、タクちゃん、タクちゃん。スモネタ、金スなのよ。スモネタ行った？え？いや、コービービーフあったらダメや、ホイラー言って。ダメ。スモネタなのこれ。スモネタ、金スなの今日。特に。言われてんだから。どこがよ。どこがスモネタなのよ。コービーって食べ今。コービダメなのよ。今日は特に。言ってだ。言ったべ。言ってだ。ジョンだから、タクちゃん、神戸って言うふりして、神戸言ってたべ知らんだから、俺の耳、死んだから、なれ、なれ。面白い。言ってだ。ダメなの、今日すもねだ、ダメ。言ってぺ、何回も。割り切りゃす。タクちゃんやべえ。うますぎんだよな。うますぎんだよ、返しも。ごっさん、今日突き放そう。僕突き放す。突き放すの近くまで来てもうやばい、もう。うしょさいだ、すぐ。もう手届くどくさいだよ、これ。やばいやばい。やばいな。今のは、でも、to be 使ったけど分かったにゃん。ねえ、やっぱりここ、初歩的なのがべ、ダズントとハフトゥー。だから、牛肉、ネタて、死んだってことです。ここはシントだね、まだ。次が、it can use pork. It can use pork. なあ、こいつもね、こいつはまだ is だね。デギッド。豚肉だもん。なんだべ？ここはシンプル。うん、でも俺わかるんだ。うん、なんだ今日なんかこっちの簡単なの、ね、簡単。でもね、あの最後に爆弾落としたのわかんのよ、それ。なんかやべえな来たなと思って。では最後の爆弾の部分。it's as good as it gets.べもう全然わからねえもん。It's as good as it gets. It's as good as it gets. あー、出た出た。あれだね。なんか、こいつ夏がすいにあるの、あずあずはわかった、あずあず。It's as good as it gets. It 2個入るんだ。なるほどな。最後さんも入ったね。なるほどな。It's as good as it gets.ややこすいよね。わかりました。出た。わかりました。出た。もう余裕な表情したね、アス。いいっすか、ヒント。ヒント、うん、ヒントねな。答えだな、こりゃ。答えが、いいよっす。いいですか？いいよっす。お前、お前、芋煮さん、お前、お前。お前、芋煮さん、お前、
ベーゴーのネタでいいのだお前、まあ、ブダでいいの、ブダうんまいよっつったんだね。ああ、ホヨドナの最後グッドバゲットしたって言ったからね。アズアズはあれだもんね、同じだよってことだもんね。アズのアズの間さ、グッド入ったから、なるほど、ホダイスンプルだね。やっぱ山形弁って短くていいね。わかったわかった、もう完璧にわかりましたか。わかったず、しんといいもの。では参りましょう。イモニ doesn't have to be beef. It can use pork. It's as good as it gets. モニ様よ。ビーゴバシックとね。豚でいいんだ。うん、いいぜ、十分。いいぜ、十分だ。めんだから。なれ。大丈夫だ。俺なれ。俺なれでいいんだ。あたり。なれ入った全部、方のニュアンスで伝わるから。ビーゴンできて豚でいいんだからなれ。でも全部今の分は。では今回のフレーズのおさらいをします。芋に doesn't have to be beef. It can use pork. It's as good as it gets. 芋に doesn't have to be beef. It can use pork. It's as good as it gets. 芋にさ、ベゴンネタって豚で刺すかいないなだ。最高前から。ベゴンネクて豚でいいからな、なれ。だね。くわ、最高だね。いや、いいね。これで伝わるっす。余計なことをやせていいんだもん。今日はごちそうもういけなぁ。おどすおどす。頑張りました。やっぱこのニュアンスたくさんにはまだわかんないものがあっぺからね。ちょっとここの慣れの使い方の上級編。ちょっとたくちゃんちょっと突き放しましたから。もう随分近くまで来たから。ということでですね、今回のポイント参ります。はい、doesn't have to って言いましたけれども、not have to の部分ですよね。はい。have to といえば何々しなければならないという意味ですが、その否定の do not have to、うん、これは何々しなくてよい、何々する必要はないよという意味ですね。ね、これはよく使うね。よく使う、よく出てくる表現ですね。よく使う、ね、覚えておくと便利な表現だね。でも一番のポイントは最後の爆弾だのよ。 It's as good as it gets。 as as 構文ですけど、It is good と It gets good という二つの文を as で一つにしたフレーズですね。ということで、ポジティブな例とネガティブな例があります。お、まずポジティブな例です。はい。There's nothing I enjoy more than spending time at home with my family. That's as good as it gets. 家族と家で過ごす時間ほど楽しいものはありません。それで十分です。あ、これそれで十分、それで十分になるんだ。それが最高ってことですね。お前家族でお前過ごすよりお前大事なもんねえんだからな、わかったからなれだね。なる、それがグッドだぞ。山形弁なくていいね、なれでいいんだからなれ。なれって使うね。なれ便利だね。ではネガティブな例いきます。 It's not a great restaurant but in this part of the city it's as good as it gets。 名店ではありませんが、この地域ではこれで十分です。あ、どっちも十分っちゃ十分なんですよね。なるほどね、なるほど。まあこれも慣れだね。これ慣れ。慣れってのは便利な表現だなと、もう本当に今日つくづく思い、なんて言うんだ。再びね、教えてくれた例文でした。今日の問題は慣れ。何、現場からは以上です。ありがとうございます。いやー勉強になりましたね。今日もいやこんがらがらね。でもアズアズは難しいですね。アズアズはちょっともうちょっとね、使っていかんなれな、ね、アズアズなんかね苦手なやつなんかあるよね。日本人にちょっと理解しづらいような表現ってあるよね。アズメニーブックスアズとかアズヘビーアズとかね。しかも俺アズアズ構文じゃないアズもいっぱいアップした。難しいのね。なんかなんでここでアズ持ってくんのみたいな。もうああいうのもね。もう嫌い。アズの個人的なイメージって、なんかイコールっていうイメージなんですよね。イコールが。だったね。うん、イコールとか、こう、A と B を比べて、こう、天秤にかけてるような感じなんですよね。うんうん、
天秤にかけて A と B が釣り合ってるようなイメージなんですよね。まあこれが覚えやすいか覚えにくいかって人それぞれあると思いますけど、まあ徐々にね慣れていきましょう。そんな私たちドダナザーズのヤンバイイグリッシュはツイッターをメインで使っております。番組の感想、お便り、リクエストなどご自由にお寄せくださいませということで、メールアドレスもありますので、詳細は、概要欄からアクセスしてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後にごちそうさんから一言お願いします。どちらが相川賞をしてるでしょうか。たくちゃんかごっちょさんってことですね。か、やはとしさんか。僕も入っていいですか。はい、グアで。それではまたご自愛ください。ご自愛ください。